んにちは、ゆかです。今日も動画見ていただきありがとうございます。本日も不妊治療についてお話ししていこうかなと思います。今回するお話なんですが、前回の動画でリセットをしてしまったということをお伝えしたかと思うんですが、その後初めての体外受精に向けて受診をしてきたので、そのお話をしたいと思います。まず本題に入る前に、前回の動画ではたくさんのコメントいただきありがとうございます。毎回そうなんですけど、すごく温かいコメントをいただくので、本当に私の心の支えというか、いつも励みになっております。これからも温かく見守っていただけると嬉しいし、私自身も不妊治療についてはまだまだわからないことたくさんあるので、皆さんのお話を聞きたいなと思っております。なかなか不妊治療をしてるっていうことをやっぱりあんまり公表したくない中で、こうやって自分の経験のお話をコメントで共有していただくことってすごく勇気がいることだと思うんですけど、そんな中コメントをしていただけて本当に助かってますし、これから不妊治療を受ける方が私の動画を見てくれて、その中でコメント欄を見ていただいて、いろんな体験談が見れるので、助かってるのは私だけじゃないと思うんです。なのでもう本当に可能な限りで大丈夫なので、いろんなこと書いていただけると私自身も助かりますし、私の動画を見てくださっている方々も助かると思うので、これからもお力をいただけると嬉しいです。では、本題の方に入りたいと思うんですが、まずリセットしたのが8月の24日なんですが、この日はいきなりこうドバッと出血が出るっていう感じではなく、まず薄茶色の血混じりの織物が出てきた感じで、最初はあれ着床出血って思ったんですけど、その日のうちにだんだんとこう鮮血に変わっていって、これは着床出血じゃないだろうなと思って、様子を見てたんですけれども、いつもの生理みたいな感じで生理痛もあったし、これは着床出血ではないっていうことが断定できたので、病院から次生理が来たら生理7日目から14日目以内で病院に来てくださいっていうことを言われていたので、8月の31日 D8 の日に受診に行きました。今回の受診では結構たくさんのことを先生とお話しして、長い時間病院にいたんですけれども、まず次に行う治療が、私は、体外受精を行うので、初めてなのでいろいろ話をしました。今周期は準備期間っていう感じになるので、今周期は避妊をしてくださいっていうことを言われました。次の生理の、日にちを調整するというか、整えるために、お薬を服用するんですが、その薬をいつから飲むのかっていうのを決めるために、まず、順番が呼ばれてからすぐに、エコーで卵巣チェックをしてもらいました。卵巣チェックしてもらったら、一番大きいもので12ミリのサイズになっていました。先生の所見で、9月の6日からお薬を飲み始めましょうということを言われました。そのお薬なんですが、プラノバール配合錠っていう薬を飲みます。これはホルモンバランスを整えて月経周期や、量っていうのを整えていくお薬になります。飲み終わったら、数日後に生理が来るっていうことなんですが、通常であればこの薬を10日間服用するみたいなんで
ですが、9月は連休というか祝日があるので、その間ちょっと病院がお休みになる関係で、ちょうど、10日間飲むと、その病院がお休みの時にかぶってしまうかもしれないっていうことで、お薬を12日間処方してもらいました。で、その薬を飲んで、飲み終わって数日後に生理が来る予定なんですけど、次生理が来たら生理開始から2日目から4日目以内で受診してくださいということでした。次の受診は診察前に採血があるみたいなので、その採血に結果が出るまでに40分かかりますっていうことを言われたので、次の受診は待ち時間を含めて1時間以上になるだろうということを言われました。次体外受精をするということで、一応予定としては9月の23日ぐらいに生理が来るだろうっていうこと で、その後受診をして、次採卵に向けて自己注射を打って、でそれ自己注射を打ち始めてから約2週間後ぐらいで採卵ができるだろうということで、だいたい採卵は10月頭ぐらいかなっていうことでした。採卵に向けていろんな同意書があるみたいで、結構ね分厚いんですけど、何枚ぐらいやろこれ、10枚ぐらい、病院の控えと私たちの控え合わせて10枚ぐらい、5種類ぐらいの同意書があるんですけど、それを、次回提出してくださいということで預かりました。ちょっとその採卵について説明があったんですけど、この同意書、体外受精の同意書と、あと顕微授精の同意書が2つあって、両方書いてきてくださいっていうことだったんですが、排卵の時に精液提出もするんですけど、その精液の量とか質によっては、病院側の判断で顕微授精にする可能性があるので、一応同意書を両方、その体外受精と顕微授精の同意書を2種類書いて提出してくださいっていうことでした。その精液の量とか質が良くても顕微授精を希望すればできるんですが、どうしますかっていうこと言われたんですが、やっぱり顕微授精の方がコストがかかるっていうことだったので、わかんないですけど、まだ初めてなので、とりあえずは体外受精を選びました。当日次第なんですけど、私もちょっとわからないんで、1回目やし、とりあえず体外受精を選びました。あとは麻酔に関する話があったんですが、採卵の時に麻酔を打ちますっていうことで、麻酔をね打った時に起こりうる症状とかの説明があって、あと麻酔の種類はどうしますかっていうことを言われたんです。その種類っていうのが静脈麻酔と局所麻酔です。それもね、私未経験なのでわからないんですけど、採卵って私も経験したことないでわかんないですよ。採卵って痛いっていうじゃないですか。結構いろんな人が痛いし、こうトラウマになるっていうふうに言ってる方見えるんですけど、そういう方って皆さん麻酔ってどうされてるかなと思って、局所麻酔なんかなって静脈麻酔やったらもう意識があったとしてもぼーっとしてる感じ
か、まあ、もしくは眠ってる間に採卵が終わってるっていうふうに先生から説明があったんですけど、それは静脈麻酔でも痛いの？痛くない？わかんないですけど、でも極力痛くない方を選びたかったので静脈麻酔にしました。痛いって言ってる人は局所麻酔が多いんですかね、わからん、ちょっとその辺教えてほしいです。まあ、この麻酔の種類に関しては採卵当日でも変更は可能っていうことだったんで、まあ、とりあえず静脈麻酔にチェック入れときますっていうことでした。であとはまあ先生に聞いたらほとんどの方が静脈麻酔ですよっていうことを言ってみえたので、あ、じゃあそれでっていうことをお伝えしました。はい、あとは採卵当日の予定もちょっと先生に伺って、まあ、採卵の日に精液も提出するっていうことをやったので、何時までの受付なのかっていうのと、まあまあ、それによって奈緒くんの仕事の都合でちょっとどうなるかわからないので、まあ、奈緒くん出勤が朝早いのでその辺をちょっと確認で聞きました。私の病院では採卵は、私自身は朝8時半に病院に来てくださいということでした。なので精液も自宅で再生するなら、5時半以降に取ったやつっていうことでした。奈緒くんの出勤時間、出勤時間っていうか家出る時間が5時半過ぎなので、5時半過ぎでちょっと場合によっては5時半前にも出る時があるんですけど、ちょっとまあなんとか言って朝をちょっと遅れて出勤してもらうか、まあ、ギリギリかっていう感じなんですけど、まあ、そのことを先生に伝えたら、精液を提出するのが、冬の寒い時期じゃなければ、まあ、30分は前倒しても大丈夫ですよっていうことでした。まあ、ちょっと、まあ、その日によって予定がわからないので、まあ、まだ冬の時期じゃなくてよかったなっていう感じです。まあ、ちょっとなんとかして奈緒くんにはその日朝早く起きてもらってちょっと準備してもらおうかなと思ってます。あとは採卵の日なんですけど、まあ、その日麻酔を打つ関係もあって、で体調とかも悪くなる可能性が高いので、行きは大丈夫なんですけど帰りは必ず誰かの運転で帰ってくださいっていうことでした。自分の運転では帰れませんっていうことでした。まあ、その送迎はまあ誰かに頼むか交通公共機関を使って帰るとは思うんですけど、ただねうちの周りは田舎なので公共機関があんまりないんですよね。バスも1時間とか2時間に1本やし、まあなんとかします。はい、で採卵の当日のスケジュールはそんな感じで、あとその受診の日にあったことが、以前AMH の検査を何年前に受けたんですけど、まあ、その検査を受けてから1年以上経っているのでもう一回検査しますということで、先生の診察の後、採血しました。でまた、待合室で待ってしばらくしてから薬剤師さんに、面談室に呼ばれて、さっき、6日から飲むって言ってたプラノバール配合錠の薬の説明を受けたと、あとは自己注射の練習をしましょうということで練習をしました。さっき言うの忘れてたんですけど、プラノバール配合錠の副作用として結構気持ち悪さがありますっていうことを薬剤師さんから何度も言われて、
で、この薬、夕食後に飲むんですけど、もし、飲み始めてから朝起きて、で朝起きてからもちょっとまだ気持ち悪さが残るような感じであれば、一応夕食後とは書いてあるんですけど、夕食前、4時ぐらいとかに飲んでも大丈夫ですよっていうことを言われました。で、自己注射の練習をしたんですけど、結構一番苦手な分野というか、注射がね、注射が結構嫌なんですよね。なんか不安というか、体外受精を受けるにあたって自己注射せなあかんのか、それが始まるなっていう感じで、いるんですけど、やり方というか、実際こう打ったわけではないんですけど、その薬をこうね混ぜたりしないといけないので、そのやり方の説明をちょっと一つずつ一緒に薬剤師さんとやりました。私が見てた注射の種類って2種類あると思うんですけど、普通の、なんて言ったらいいか、普通の注射普通の注射と、あとはなんかこうこういう感じのペンみたいなタイプの注射を想像してたんですけど、それぞれ痛みが強いものであったり、値段が高いものであったり、いろいろメリットデメリットはあると思うんですが、それをどっちにするか選べると思ってたんですけど、私の病院では1種類しかなかったというか、もうそれしか選択肢がありませんっていう感じで持ってきてもらいました。どっちかっていうと、こうペンタイプの方がなんか痛みが弱いけど値段が高いっていうふうに書いてあったんですが、それではなくて普通のこうチュッてやるやつわかるかな、こうチュッてやるやつなんですけど、もうね、見ただけで痛そうでした。はい、でその時はタオルを、これはお腹だと思って、タオルに注射針を刺してシューってやるんですよっていうことを言われて、なんかね、この採血とかする時はこう人にやってもらうからなんとか耐えられるんですよ。でも今回は自己注射ってことで、自分で痛いって分かってるのに自分で刺して薬を入れるっていうのが、私本当にビビりなので、自分から何かをするっていうことが難しくって、どうしても難しい人は毎日病院に通って注射を打ってもらうっていうこともできるみたいなんですけど、それだけちょっとガソリン代もかかるし、行くのもちょっと距離があるので大変なので、なるべく自分ではやりたいなと思ってるんですけど、怖いなっていうことですで、練習終わって、薬剤師さんも一緒にその練習見てもらったので、あ、いけそうですねっていうことで、はいみたいな感じで言って、で、次その生理が来た時の受診で注射を受け取るので、またその時にも同じ説明をまた復習でしますっていうことを言ってもらいました。次回の受診の時に、1回目の注射は、病院で多分することになるでしょうっていうことを言ってもらったので、病院で自分でやるみたいです。まだね、そっちの方がいいかもしれないです。家でやるのは、初めてが家でやるのはちょっとなんか不安っていうか、誰かに見届けてもらいたい気持ちもあるので、はい、そんな感じで体外受精に向けて、準備をしたっていう
話でした。タイミング法から人工授精のステップアップってそんなに負担はないんですけど、受診の回数もねあんまり変わらないんですけど、人工授精から体外受精のステップアップってかなり背伸びしてる感じのように思えるんですよね。体への負担も大きいやろうし、まあ、まだ経験ないので分かんないですけど、毎日注射打たなあかんし、で採卵で痛いし、それだけやったらね、できるっていうことを信じて頑張りたいと思います。初めてなので怖いなっていう感じです。もしかしたら受けてみたらそんなことでもなかったわっていう感じで言うかもしれないんですけど、多分視聴者さんは分かってるとは思うんですけど、私は超絶ビビリなので、はい、頑張ります、はい、では、今日は以上となりますので、本日も最後まで見ていただきありがとうございました。また皆さん次回の動画でお会いしましょう。さよなら。